Thank you.
番のダニエル・コリンダが出てきました。5番のアナザーブルー、4番、280円、副葬式ワイドリスペースが、両替テレビです。
Thank you.
それでは皆様お待たせいたしました。暮れのもう一つね、東映記念をベルフィットで制しました桑村正明騎手にお話を伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。まずは今のお気持ちいかがですか。あ、そうですね、はい、勝って最後はアナザートゥルースとの接戦になりましたが、その時はどんなことを考えながら追っていたんでしょうか。ちょっとのんびり来すぎてしまって、この馬の良さを知っていない競馬だったんですけど、最後の最後の馬の実績で勝ってきたんですけど、さあこれで今年無敗で同駅記念を制しました。改めてすごい馬ですね。すごいカメラ馬。さてこの同駅記念に向けてレース前どんな意気込みで臨んでいたんでしょうか。絶対勝たなきゃいけないレースだったので意気込みしたけど、道中位置取りなど含めて、どんな手応えでしょうか。すぐもう取り合いがついてたんだ。で、ジーコーナーそこもそれもあってレースが上がるのができて、道中の少し焦りありましたか。いや、焦りはなかったんですけど、いつ動こうかなという感じで 見ながら入れました。ちょっと動きたいと思ったのかな。さあこれで、さらにまた大きなタイトルを手にしました。今後の可能性を改めてお願いできますか。そうですね、今後は普通だと思うとデータが流れて厳しい流れになるので、そういったデータの流れとこの厳しい冷え込みの中、大勢のファンの皆さんが競馬場にも来てくれました。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。それでは引き続き表彰式に行きたいと思います。今年6戦6勝という素晴らしい成績で同栄記念を制しましたベルフィット号。それではただいまから農林水産大臣賞典第67回同栄記念の表彰式を行います。はじめに農林水産大臣賞として馬主に賞状が贈られます。プレゼンターは農林水産省畜産局競馬監督課主席競馬監督官西村博明様です。西村様お願いします。馬主広松金次様です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会から生産牧場にタイトルホルダー号の後輩証書の目録が贈られます。プレゼンターは一般社団法人ジャパンブリーダーズカップ協会遠藤美希様です。遠藤様お願いします。生産牧場あずが古川牧場様です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして
全国高齢競馬主催者協議会会長賞、会長賞として馬主に記念品が贈られます。プレゼンターは全国高齢競馬主催者協議会参与山本陽一様です。馬主広松金次様です。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして北海道知事賞として馬主調教師騎手厩務員生産牧場に記念品が贈られます。プレゼンターは北海道競馬開催執務委員長安田貞彦です。馬主広松金次様です。おめでとうございます。調教師角川秀樹様です。おめでとうございます。騎手桑村正明様です。おめでとうございます。厩務員上村京太様です。おめでとうございます。生産牧場阿久賀古川牧場様です。おめでとうございます。委員長ありがとうございました。これをもちまして農林水産大臣賞典第67回同様駅伝の表彰式を終了いたします。優勝馬の関係者の皆様おめでとうございました。では引き続き記念写真の撮影に移ります。